蒙古国が対馬に襲来した。お、始まりましたね、ゴーストオブ対馬。あー、やっていこうと思います。ただひたすらに暴虐だ。我が方は80。すごい綺麗だね。無勢なれど対馬の民を守らねばならない、うん、今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、うん、飲み込まれるぞ、うん、習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、やつらの息をくじいてまいれ、よっ。お、まずは部下を。え、一人で生かした？そらさすがにちょっと無茶じゃないか。鎌倉時代の、まあ、元寇の時のお話ですね。長崎県の対馬が舞台ですね。まずは乗り込むと。よく聞け、うん、腕に覚えのものあらば言いでよ。お、なだチムニだ。言葉通じひんよね、普通に。これはめっちゃ強そう。我こそは足立春信、はい、かの足立義信が五代の末裔なり、うん、ちゃんと名乗ってからね。あ、見つかけられた。燃やされるんでしょ。うっそ、そらずるくないか。そらずるいやろ、話通じひんわ、すごい。侍、はい、おし、我に下るか。喋れんの。誉れなき者には情け無用、うん、さあかかれ。一人無駄死にさせてしまう、しまいましたね。おう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 おお、いきなりカメラ動かへんな。まだ動かへんな。おお、すごいねこれ。いや、めっちゃ臨場感あんね。攻撃、いて、ちょ、そんな、まだわからんって。わからんって。連打しかできない、連打しか。あとのボタンは、まだ四角しか反応がない。痛い。当たるやろ、それは。いって。死んだ。生きてる。誰？刀が届かない。おお、ありがたい。すごいね。ついてまいれ。さあ、頭絶対重たいよね、この兜。ついてまいれ。お、仲間が。志村がついていけばいいってこと？これは敵？あ、じゃあ味方や。何してんの？何してんの？ああ、そうか。こんなわざわざめんどくさいことしなくていいよね。もうけど。あ、刺してる。え？ああ、そっか。苦しませずに生かしてるわけね。そうか。あ、しょうがない。とどめを刺してあげよう。苦しまずに。あかんな。あかんな。ちょっと、突き刺して。ああ、できひんのか、そんな。3回踏んでしまったけど。ん？すごい。でも、はい、敵将もうこんだけになった。無理じゃない、さすがに。いや、ちょっと任せるわ。君ら行かへんの。行こうよ、行け。行けって、行けって。あかんな。
よし、行くぞ。ああ、来たよ敵。よし、任せ、任した任した、頑張れ頑張れ。あのアイテムとか集めとくから、こっちは、うん、大事なね、アイテムとか集めとく。あと矢もちょっと拾っとくから、うん、うわすごいね、これこれはどうなんだろう、その対馬の人がやられてるのか。あーでも日本人っぽいね、鎧とか見る限り。あー苦しんでる。刀、これ敵なんちゃうの、これ敵でしょ。よしやってやるぞ。上がんの、地面の敵に対して攻撃する手段がない。これも味方かな。お、なんだそれは、なんだそれは、いきなり何使えた、違うの、なんや、三角ボタンか。お、いけ、お、これ強そう、これでちょっと倒していこう。これ敵ちゃうの、え、青いの敵じゃないの。よし、いけ、来い行って行って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、一人ずつやらして、一人ずつ。よし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 、強いな強いな、いけ、構え、突き、間合いがわからん、構え、突き、行って行ってもうすでに死んでる気がするんだけど、もう連打でいいわここは、うん、連打でいい。いや、そうだ、連、あ、盾持ちやなこいつ。なんや、うん、全然勝てるやん、うん、弱いぞ。よし、元の場所に戻れ。お、ちょっとそんなちょっと元の場所がどこか分からない。あ、いた、 この人守らないかな、ちゃん。よし、え、味方は、そんなグイグイ行かなくてもさ、もうちょっと慎重に行きましょうよ。我らのみ、ほら突っ込むから、敵将を見つけ出し、うん、打ち取るのみ。最後までお供いたします。武士の世界だね。どうしよう、アイテム何も落ちてへんしろ。めっちゃ燃えてるやん。わあ、まだでも戦ってる人いるやん。でも馬がいる、あの白馬ちょっと乗りたいね。この鎧すごいね、これ。もっとまっすぐにしとけば、いざという時にこう頭突きで倒せそうじゃない、頭の角で、うん、なんか静かなんやけど。お、あ、よしよし、いたぞ。あれが敵将。おお、よし、確保できています。うん、ここで決着をつけるぞ。よし、武士やとなんていうの、二人がかりとかあんまりしないんじゃないの。わ、絶対強いやんそれ。で、あ、撃たれてるし、もう。おじ上、お、刀を取って投げる。刀はでも、うわあ、入って、いや死ぬでこれ普通。あ、でも鎧があるんか、刺さってるもんね。うん、おー、気を失ってしまうと。これがごっつい人、さっきも、うん、めっちゃ強そう。いてぇ、うん、刀、これでもすごい綺麗な刀だね。お、捕まったんですね。こんにちは。我が名はコトン。コトン、以来のいとこ、いとこだ、シンギスの孫だ。ほう、モンゴルから来たんですか。戦士だ、朝青龍とかにやってほしかったね、この役ね、うん、生涯を鍛錬に明け暮れ、はい、なんでそんなペラペラな日本語、すべて打ち勝ってきたのだろう、
勉強してきた。すごくないそれ。だが己が刃を研ぐ間に、うん、我らの手はずは整った。お、学んだのだ。学んだのだ。この国の言葉。あ、そうなんだ。やっぱりめっちゃ信仰、うん、どの村を飼いならし焼き払うかをな、うん、今一度己に問う侍よ。ペラペラやもんな。我に下るか、うん、え、選択肢。うん、いやもう武士はそんなことしないでしょ。綺麗だね、ほんと。あー、やられる。おー、今でもどうだろうね。やられたの？あ、で、主人公は、まあ、さすがにこれを生き延びてたと。丸を押す。押します。何？実はここで死んでたっていうオチとかないですか？まさかまさかのあのね。お、なんか気持ち悪い、なんか気持ち悪い。鼻がなんや、痛いのか。鎧ないことない。夢の中ですかこれは。違うな、誰かに助けてもらった感じ。うん、え、いかにしてここへ。いかにしてここへ。本当だよ。何もないの。武器は？これは？調べる。R2 調べる？武具はない。うん。食料のみ。レンコンが置いてある。レモン？レンコンやんな。レンコン食えってか？うん。食料と薪。すごくない？こんだけ置いてあったら。調べる。何これ？誰かが俺を見てくれた。見てくれた。ここを離れねば。なんで離れんの？武器がないな。村かな。もうかだも、うん、あ、え、押されてんの。ここあれだね、飛び降りることはできないね。まだ全然操作が分かんないんだけど。ジャンプとかはない。あんま動かへんな。視点移動と左スティックだっけ。武器もないし隙間を通る。おーおお、びっくりしたびっくりした。誰かが俺をぬるって、かくまってくれた。うん、さっきのタッチ、タッチを探せ。うん、まずは武器だね。え、ちょっとステルスとかしなくていいのこれ。めっちゃ目立つやん、そんな普通に歩いてたら。おーおーおー、いきなり始まった。え、ここ武器ないの。ここに人がいる。これはやられるね。丸があります。調べる。足跡。ん、のろし筒を使わせるなってことはどういうこと。見つかるなってこと。ここ入ったらいいんか。まあ最初なんで言われるがままに動いておきましょう。はい。太刀を探せ。あ、見つかる。太刀を、え、ご飯ないの。こんな普通に出れるこれ。ここいいひんかった。誰かいるやんほら、うん、武器はないね。なんかあるよ。これ調べる。誰が歯を取る。 R2 調べるってちょっと武士か。あんまりないね。まあ慣れていくか。砥石がある。俺の鎧。お、鎧、拾う。壊れておる。うん。だがあるだけありがたい。うまや。だいぶボロボロですね。
そんな不用心に開けて大丈夫、これ見つかるってそんな普通に、ああ早く、もう誰だ、傷はどう、走れそう、お、ああ、おそらく、タッチはここにはない、私に任せて、任せて、ほら隠れろ、お、いいの、いいの、大丈夫なそれ、殺さないで、殺さないで、米を出す、やるの、すっごいな、まさかの、おー、なんか忍びのものとかそんな感じの、行って行って、やるな、ユナってんだ、割と今風の名前ですね、たちが欲しいなら、はい、ついといて、おい、どれほど、いいですよ、数日、島の半分が乗っ取られちまったよ、数日、この人から武器もらったらいいんちゃうん、別に持ってへんの、ほら、矢とかあるやん、ないんか、こっち、どっち、こっちか、はい、ほう、そんな、バツボタンね、はい、こっち、はい、あとにして、かがむのちょっとどうやってやったらいいか教えて、あー、おー、すごい、通じた、見つかる、ステルスやな、ん、かがんでたら大丈夫ってわけではない、ついていくよ、待って、あー、かわいそう、助けようなんて思わないで、民の命が、民の命が、ただ何もできない、通れる、志村殿は行くそばにおられたか、実はな、知らないね、知らないね、あ、すごいいい、あ、早いね、結構、ユナ、待て、もう呼び捨てでいいんですか、志村殿は俺の叔父だ、はい、あんたが坂井陣か、坂井陣、地頭の甥の、して叔父上は有名なの、生きておいでか、うん、おそらくね、もうここに囚われてるけど、場所はわかるか、ちょっとあれだね、小泉進次郎的な顔じゃない、叔父上ちょっと似てない、守りも手薄のはずだ、はい、攻め入るなら今しかない、殺されるよ、だが無事にお助けすれば、助けすれば猛攻を打ち払うことができる、鎌倉に下部身を送り、ご助力も超えよう、あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ、ではなぜ助けた、なんで、死なれちゃ困るからさ、それはなぜ、手を貸してほしい、おう、叔父上最高無事なら対馬は助かる、俺にとっても唯一の身内、わめくな、行くぞ行くぞ、行くぞって言って先に行かれてるやん、他なんか落ちてたりせえへん、もしかしてなんか今スルスル進んじゃってるけど、ないね、よし、この下を通ると、こういうとこ通れるんだね、はい、よし、何それ、あ、ストップか、ストップか、OK、行こう、今はこらえて行くよ、行くよ、かがんで、ああ、よかった、それ自分でやらないか、武装しておる、島中駆け回ってるよ、モンゴルはやっぱり騎兵なんですか、こういうとこも通れると、よし、隠れる、誰かいる？来る？よし。来ない？よしじゃないよ。いける？これ。大丈夫？足音。すごいね。こんな忍び足ができる。
どれぐらい人住んでたんでしょうかね、この対馬は。まずい、隠れるところがない。ないね。一か八かだ。待って、荷車が。荷車か。え？今だ。今だ。わかんないぞ。どこ行く？どっち行くの？どっち行くの？どっち行くの？こっちか。早く。うん、行ってるよ。こっち？ずれた。あ、ずれた。ちょ、そっち行きたい。そっち行きたい。そっち行きたい。ちょっと待って待って待って。登る登る登る。屋根の上だよ。登れんのすごいね。アサシンクリードだよ。屋根に登り、戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。もらうだけ。俺の立ちもか。立ちは食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。怒るな。相手を捕らえて戻してやるわ。すごいね。あ。めっちゃ音するでしょ普通に。どうやったっけ、こうか。体じゃ心もとない。うん。使えそうなもの。なんか拾った物資。姫というのか。物資物資で取るの。これは下か。カメラ移動がちょっと早いね。これはなんだ。物資8、5、何に変わるんでしょうか。お金、お金じゃないか。はい、そんなこれ何のためにやんの？え？開ける。はい、買ってくれたんだね。買わせたのに取り戻しに行くっていう。見つかっちゃった。俺が調べよう。はい。家の中に隠したのかもね。よし。どこかにあるはず。あ、これ？ちゃうな。はい。これか。見つけた。あった。我が名は坂井陣。地頭である志村殿の甥。昔ってこと。臆病ではない。あ、めっちゃ綺麗。めっちゃ弱そう。お前にかなう者はいないな。おお、綺麗やな、ここ。まだまだ太刀に振り回されておる。結構中です。父親の武具でか。お父さん、叔父上って言ってたよね。戦を鎮め、命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ、いじめられた。その身を守る術を教えてやる。心得ています。顎食いに見えたんだけど、はい、刃を操るには、はい、何よりもまずその心を沈めねばならず。おお、できます。おじゆえ、スネークやな。そうか、そうか。お、チュートリアルかな。すごいいいね、表情。稽古の成果を見せて。いきなり何、いきなり何、打ってみよう。はい、速打、強打、長押し。長押しってさっきやってたやつかな。突き。OK。これ強そう。強打。あ、なんかゲージがある。よし、陣、打ってこい。おお、あ、なんかこう、アーマーブリーク的な感じ。全然分からへんねんけど。よろしい。よろしい。あんま強く。最後に戦えれば、技をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。では、その技をつけた者が戻ってきた。綺麗すぎんねん、ここ。人々のためらわぬ相手から、いかにして身を守る。煽って攻めさせます。はい、私の方が身軽でしょう。うん、間合いの外から疲れるのを待って人たちで。そう、まあ、基本的にね、戦いたくないんで。敵がいかに策を巡らそう、はい、武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。銘じます。
ではわしの防御を崩す、またか、またか。堺陣が有ある武士だと示してみよう、うん、防御を崩すのが、あ、そうだね、さっきなんかやったもんね、アーマーブレイク的な。こうこうで連打、こんな感じ、攻撃で防御を崩し、こう打ち込め、うん、よし、やめよ、弱くね加減しましたね。あ、そっか、立ちであったらわしは死んでおった、まあ、嘘です、お前に嘘をつくものか、うん、よし、次はわしの攻めを防いで、攻めを防いでみよう。ちょ、聞いてない聞いてない聞いてない、棒、ちょちょちょ、こうか、簡単じゃない、押してるだけだね、良い構えだ、え、おお、完璧やん、疲れた、うん、休みませんか、まだ終わっては早いよ、腹を据え、すごいね、この落ち葉、え、回復、おお、気力を振り絞れ、回復するんだ、これが体力って急に出てきたな。おお、まあいいよ、これが気力、気力を消費すれば回復したり、技を繰り出せたりする。あーな、あれか、やっぱアサシンクリード的な感じだね。敵を倒すか受け流しが成功すると、気力が回復する、うん、受け流しっていうのは、では受け流しを教え、それ聞きたい、私の動きをしかと見ている、うん、見ますよ、打ち込まれたらすかさず防げ、お、いけ、ちょ、早い早い、これが早いぞ、うん、どのタイミング、いって、ちょ、遅いな、遅いな、うん、遅れ、こうか、難しいな、振りかぶって、あ、うん、ちょ、早いわ、切断に受け流せ、ちょ、フェイントやめて、フェイント、これが木刀でよかったな、うん、フェイントやめて、こうだ、うん、ちょ、もうちょい練習したいな、今上達しておるな、良い構えだ、オッケー、いいよ、休まれますか、うん、なんでその上からなん、お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん、お、それでは槍が相手の稽古を始めよう、うん、槍、私の槍をかわし、すかさず切り返して、ええ、何、ちょっと待って、丸ボタンか、よし、その息だ、違うの、いって、光ったら良いか、かわしたらすぐさま攻めろ、わしがついたら避けるのだ、どっちや、はい、こうこうこうね、光ったら押す、難しいね、読んどかないと、はい、え、わかった、はい、どうだ、どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある、ご指導、うん、痛み入ります、終わってはおらぬぞ、うん、さて陣よ、はい、わしと刀比べをする気はあるな、やんの、あざができますよ、大口を叩くな、一つ賭けでもしよう、何の賭け、先に5本打った方が有限を決めるとする、うん、晩御飯ってこと、ではタコにしましょう、タコかよし、構えブレイクせなあかんのか、うまいぞ、よし、腕を上げたな、え、弱くね、私の前に、うん、あと一つだけと、なんだ、代々当家の武士は規律を守ってきた、うん、何を重んじてきたかわかるか、武士でしょ、何、主への忠義、忠義、うん、己を律すること、律すること、あと申してみよう、なんや、誉れ、誉れ、有望に戦い、うん、知らない、堺の家を守ることです、まあまあな、それは父の言葉であろう、ああ。お前にとっての誉れとは、誉れ、それは、それは民を守ること、うん、同じじゃないの、うん、己を守れぬ者ら、 お、 お前は優しいなだがまずは、まずは主に仕えながら皆に示すのだ、勇気と真偽と節制と、たやすく思えますか、難しいね、行うは形だ、うん、わしも日々苦心しておる、はい、しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん、うん、もちろん武士にとってもな、どういうことなんでしょうね、規律、これが誉れを売る道だ、うん、お、戻ってきた、
いきなり入ってきたやん。ちょっと侍って言ったね。この人は来た。おお、いいね、かっこいいね。 お相手いたそう。よし、やんねんな。やりやな、やりやな。光ったらかわす、光ったらかわして連打。光ったらかわして、よし、これだけか。うん、見つけたんだね。槍ももらっていく。うん、馬屋にいるかも。お、来て。よし、行こう。うん、来てな。どうやって開こうか。うん、もう敵はいる。これ刀も持ってた、別にさ。うん、お前はどこだ。どこ。家の村でさ、おいで。よし、降りて。うん、ほう、よし。今度は近づけそうだ。弓持ってた、この人。喉をかっきれば静かに殺せる。よし、任せよ。うん、道理に背くつもりはないぞ。うん、ちょっとめんどくさい顔されたね、ちょっと。え、なんで。ちょっと、いきなり近づいたな。うん、攻撃対象を選べる。はい、いきなりやんの。お、まずこいつやんな。で、飛びかかる。よし、襲いかかろうとする敵に標的。こっちが方向。え、複数に相手するってことか。はい、こっちやな、次。はい、え、こっちか、わからへん。そうです、ちょっと連打しかせえへんかったわ。近いな。とどめを刺す。もう隠れん、立ちとどめを刺す。刺さなかったらどこに行こうとするの。立ち上がる。どうなんのこれ。ちょっとその後が知りたい。うん、どこに向かってんの。うん、水？水？うん、結構頑張るね、結構頑張るね。うん、うん、水？もういいわ。どこに行くのさ。うん、この人も刀持ってる？なんかある、ここ。ろうそくないか。アイテム、え、どこに行くの。助けを求めてるもの、あ、マークがありますね、これか。あ、いるいる、倒しちゃうよ。一人も逃がすでない。もう倒すわ、大丈夫やろ。よし、お、崩して、オッケー、うん、楽勝。ありがとうございます。ちょっとその頭にフォーカスしたら、今明らかに頭からフェードアウトしてた。うん、小金寺に行こうと思います。小金寺、街道は避けよ。必ず息子を守るのだぞ。お、やっぱちょっと進次郎にしか見えないんだけど。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しには。刀2本持ってない。あんたなら大勢を救える。子達は持ってたってこと。弟がモコにさらわれた。弟ね。だから俺を助けたのか。うん、私にはあの子しかいない。おじうえがお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。高、おじうえをお救いした後でいいのならば探してみよう。そんな。一緒に行くよ。いいじゃん、手伝ってあげたらね。うん、馬屋はすぐそこだよ。馬屋、よし、馬が乗れそうだね。あの人ら倒さなあかん。え、倒してくれる。お、よし、任せよ。お、頑張れ。ちょっと腕前を見とこう。いけ、
なんや。ちょっとじれったいな。ん？後ろから。いや、なくならへんの？近接武器は持ってないのか。あのちっちゃい刀しか。しょうがないな。行ったり来たりすんな。敵の AI がどんな感じか。邪魔すぎて、いてててて。はい。強いな。よし、倒した。馬屋でユナと話せ。こやつらは軍馬。浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。軍馬。運がいい。どの馬に乗りたい？選べんの？3頭でしょ。どう違うの？色だけ？どうすんの？乗る？白や。ちょっと前髪がな、揃ってるな。これもちょっと前髪揃ってんな。みんな一緒か。色だけ？ちょっと黒いのにしよう。はい。黒い馬が旅のお供になります。OK。どうどう。名をつけねばな。名をつけねば。何？真。そら、鍵。黒だったら、鍵じゃないの、やっぱり。鍵、世を守る闇。そうしよう。今後、名前の変更はできます。いいよ。昔のね、馬は、今みたいにあのサラブレッドじゃないんですよね。結構、あの足短いんだよね、馬ってね。おお。移動した、結構移動すんね。これこういうマップなんかな。どこ？カナダ城。金田の木。お、結構進んでいきますね、どんどん。城の中だね。ここから侵入すると、共に城に行けということで。はい、そしたらね、まあ、今日のところは、これで終わりにしておきます。ちょっと待って、喋ってるから。次回ね、またこの続きからやっていこうと思いますので、またよかったら続き見に来てください。結構ね、面白そうね。はい、それでは今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。